はい、お世話になっております宮崎です。今回はね、お肉屋さんあるあるをね紹介します。これをね知っておくとお買い物の参考になると思うので、ぜひね最後まで見ていただきたいなと思います。早速いきましょう。それじゃあね、まずねショーケースを見てもらいます。でこうまあショーケースでこういろんなお肉がね切ってあるんですけど、でも焼肉を買いましょうってなりました。焼肉はこう1、2、3、4、5種類、まあ、バラ、モモ、バラ、これ中肉があってササバラって切ってあるんですかね。これ違和感が1個だけありますよね。これないでしょ、お肉があんまりないでしょ、ないでしょ。するとみんなね、この950円のお肉もうないんですか、めっちゃ言われます。こういう風になってるとね、なんかねみんなねめっちゃ売れてるって思うんですよ。ないもんってね、みんなすごく欲しくなるんですよ。じゃあちょっと違うパターンにしますね。次ね、こんな風になってます。今度はね、このお肉少ないでしょ、で他みんなあるじゃないですか。するとお客さんはね、この1120のやつまだあります、こういう風に聞かれるんですよ。これお肉屋さんあるある、お肉屋さんだけじゃなくて、物を売ってるお店、ケーキ屋さんもそうですし、まあ、なんだろう、まあ、ドーナツ屋さん、ちょっと分かんないですけど、物を売ってるお店ってね、ないものってね、みんなね、売れてるって思うあるんですよ。だこうやってないと、みんなこれをね、集中的に売れるっていうのがあるんですけど、必ずしもそれがね、売れてると限らん。はい、次見てください。これね、大体全部ある、ある。こういう風になるとね、お客さんめっちゃ悩むんですよ。うわ、何買おうみたいな感じになるんですよ。でね、まあ、こう並んでて、さっきのようにどこかたまたまですよ、たまたまこの例えば1120円、あ、すいません、この1120円の800もらっていいですかって言われて、この状態になってすぐお客さんが来ると、あ、1120円のないんですかってこと言われるんですよ。もうめっちゃ売れてるわけじゃないですよ。たまたま売れて、こうない状態でさ、お肉切ろうかなと思ったら、うん、同じもん言われて、またないからこれないのって言われて、ひたすらそれが売れ続けるっていうのはあるんですね。でも、ね、もうめっちゃ人気ですごく売れてる商品っていうのは、お肉屋さんって、ね、めっちゃ切っとくんですよ。はい、ちょっと全部見てみましょう。どれが一番売れてると思います？正解はね、これなんです。これ見てください、山盛りあるでしょ、これめちゃくちゃあるでしょ。これこんなあるっていうか、これ以外にまだ冷蔵庫でストックしてあるんです。売りにくいものをいっぱい切るなんてことはね、ないんです。それ怖いんですね。お肉の原価って大体もう 70% 近いので、売りにくいものとかっていうのはね、あんま切らない。でも切り落としね、めちゃめちゃもう絶対売れるんです、絶対売れるんですよ。だからお客さんの心理として、ないものが売れてるっていうのは限らないっていうのをちょっと覚えてほしい、ほっておいてほしいんです。売れてる商品っていうのはめっちゃ並んでます。あ、たくさんドーンって切ってやったら、あ、これ人気商品だなと思ってもらって間違いないです。スーパーさんもそうです。スーパーとか行ってこうケースがあって、同じようなお肉がこうバーッといっぱい並べたんだでしょ、それ人気商品で売れるってやつです。あんまり売りにくいマイノリティの商品は1個2個ぐらいポツポツって売れてます。売れ残る可能性が大のやつです。めっちゃ人気ではないってことです。本当に売れて少ない場合もね、確かにありますけど、たくさんあるものの方がね、人気商品だっていうのはね、これはね、もう間違いないです。ケーキ屋さんとか行ってね、なんか1個だけなんか少なかったらめっちゃ売れてるんかなと思って買いたくなるでしょ。でも必ずしも売れてるじゃなくて、たぶんもうちょっとしか並べてないっていう可能性もあるんですよ。ないものが売れてるとは限らないっていうのと、たくさんあるものは人気で売れてる、このね2つを覚えていただいて、今後のねお買い物を参考にねしていただけたらなと思います。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ちょっと話は変わるけど、
売れてるか売れてないかっていうのを見るのでね、飲食店行った時にねメニュー見るでしょ。僕見る時はねいつもねみんなが頼みそうなものを選ぶんですよ。初めて行ったお店はね、だいたいね左上っていうのはね人気商品になってるんですよ。お店が売りたい商品が人気商品がだいたい左上にあって、まあ居酒屋さんだったから鶏の唐揚げとかポテトフライとか、まあだいたいみんな頼むだろうなと思うようなものを僕は頼みます。例えばねなんか手長エビの唐揚げのなんとかかんとかとか書いてあったらね僕はね頼まないですあんまり売れてないだろうなって予測をするんですよ。すると冷凍庫でずっと眠ってるんじゃないんだろうか、古くなってるんじゃないんだろうかって僕は思ってしまうんです。初めて行った飲食店さんなんかはまあ大体聞きますけどね、飲食店の方にどれがおすすめですかってどれ人気商品ですかって言って聞いて買う頼むんですけど、まあ、メニュー見て人気そうなものを選んで注文してます。新しく開店してるから。